2018年3月30日11時50分ボクシングの村田亮太、デーケンが世界王座を保持するミドル級で、主要3団体のタイトルを持つゲンナジー。ゴロフキン、カザフスタンが挑戦者サウル・アルバレス、メキシコを迎える5月5日の再戦が困難になったと29日、AP 通信が報じた。アルバレスのドーピング違反のため、元世界2階級王者のアルバレスはメキシコでの検査で筋肉増強剤に陽性反応を示し、1年の資格停止となる可能性がある。開催予定地のコメネバダ州のコミッションが聞き取りを実施する見通し。共同、今、あなたにおすすめ。